たちょっと野暮用があってさ。残念。うさみちゃん、最近おかしいよ。大丈夫？なんだか時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。伊織ちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。伊織ちゃんもか。美和ちゃん、ごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。私も行こうかな。ミワちゃん、またね。ミワ子は覚えてない、うん、でもそれでよかったのかも。何じっと見て。ミワ子、何でもないの。またね。うん。遅くなっちゃった。いたいた。またそんな女装を。変態ね。着替える暇がなかったんだ。必要な変装だと説明したはずだけど。遅れておいてその態度は。ごめんごめん。そんなことより今日こそ何とかしてもらうわよ。うん。行こうか、位置について。うちのセリフだ。それよりそっちの可愛い子ちゃんは。可愛い子ちゃんだってさ。まんざらでもないな。まだ出たらまずいって。黒服の仲間かもしれないぞ。 BJ が知ってるって。夏のうさみ。夏のまでどうして。彼の案内で来たの。関ヶ原と一緒にいたロボット。やるもの二人が揃うなら話が早い。じゃあ起きよ。こんな姿だが。三浦だな。関ヶ原から聞いてるよ。君の目的は。軌道上にいる彼女だよ。同じ目的のようだな。あんたも16番を助けに。私の騎兵もそこにある。17番騎兵か。16番と同じく軌道上に転移したわけだ。軌道上にある正体不明の人工物だ。ここからそれを補足してはいるが、確かに何かはわからない。16番ならそれが何かわかる。前は私が触れたら繋がったじゃない。それが如月の生体 ID でも反応がない。アクセスできないんだ。その理由は谷口修が知っている。アクセスできないのは伊田が止めたからだ。彼女の騎兵を。伊田、彼が。ああ、権限がどうとか言ってな。16番騎兵を命令権限で停止。それでか。騎兵を作った君
やってみよう。手伝ってくれ。あんたはなんでここへ？俺は助けを求められたんだ、稲葉美雪に。稲葉美雪ってアイドルの？そう、テレビ番組を使って更新してきたんだ。君たちは彼女を16番と呼んでるけど、あれはもう一人の君だよ。そうか、あの曲やっぱり80年代風にアレンジされてるけど、中学の時によく歌ったあの曲そっくりだもん。稲葉は私のハンドルネームだ。アイドルか。網口くんにも驚いたけど、まさか宇佐美までタイムトラベルしてるなんて。私はもともとこの時代の人間なの。宇佐美が未来人？知ってる人って他にもいるの？ A 組のゆきちゃんとか三浦くんも。え？あいつもか。準備ができた。キサラギ、君の ID で彼女にアクセスすると同時に権限をリセットして騎兵も再起動される。ロックを解除して。行くよ。ダメ。騎兵は正常に起動してる。みんな、助けに来たんだ。ちょっと遅くなったけど。ありがとう。大丈夫。ユニバーサルコントロールは私を放送コンテンツだと思い込んでいる。稲葉、みゆき、あなたと同じ如月富よ。教えて、これは何なの？どうなってるの？僕も情報が欲しい。私を信じてくれる？あなたは私なんでしょ？自分を信じられなきゃ何も始まらない。私が転移したのは軌道上の司令船、宇宙計画の第2段階テラフォーミングを統括する人工衛星。テラフォーミングって今あなたたちがいる場所よ。計画の第2段階は成功している。まさか地表の開拓に使われたのは D か？あれはもともとそのための重機だった。じゃあやっぱり本当なの？ここが地球じゃないって。俺はこの目で確かめた。この街は直径 30km しか存在しない。俺は宇宙船だと思ってたけど。まさか。僕は海外の状況も調べ上げた。ユニバーサルコントロールが情報の辻褄を合わせている。彼は真実を話している。ここからだと居住区のシステム全体が見える。各ターミナルの制御もね。君は騎兵から衛星の操作を？限定的ではあるけどね。そしてそれが可能なのは私が如月富だから。お？宇宙計画の第2段階を設計したのは彼女。テラフォーミングの研究者だったの。彼女の記録よ。2188年2月8日、報告は昨日の続き。
シミュレートを行った。25回目のテラフォーミング。今回の焦点はタイプ 57B 惑星。人類が生存可能レベルまで1800年で到達。時間がかかった方ね。ここまでは問題ない。あとはそうね、森村博士の提案で司令船のシステムを更新したわ。司令船が最終段階の地上施設を監視する。施設の破損や不具合が発生する前に最終段階をやり直す判断をするためにね。博士の口癖、万が一に備えてよ。今日も仕事は順調。でも早く地上に戻りたい。今のは気になることを言っていたな。最終段階をやり直す。そう、もう本当に後がないの。どうなるんだ。間もなく司令船が地平線に隠れるわ。しばらくこのアクセスも切れる。何か策はないのか。ある。もうこれしかないと思う。何をすればいいの。ユニバーサルコントロールを変えられるとしたらあなたたちだけ。私を信じて騎兵に乗って。僕？よう、ジュロ、帰ろうぜ。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか。やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろう。覚えてる。君は僕の中にいる。あの時神社でロボットから僕に取り付いた。俺を怨霊みたいに言うなよ。他に逃げ場がなかったんだ。そうじゃなきゃそんな不自由なとこに入らねえよ。君は僕を記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない。別の誰かの記憶を植え付けてる。別の誰かじゃない、重郎の記憶さ。君の記憶なのか。僕とは別の泉重郎。年齢はお前より3倍も上のな。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。森村先生。森村千尋。そうだ、夢で見たあの人は。
先生。あ、クラベ君。僕は本当は泉十郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。スミレ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。何の話かわからないわ。先生は知ってるの？芝君は泉十郎は僕の中に。おしゃべりなやつだな。台無しにする気か？黙らせた方が良さそうだ。クラベ君。クラベ君。芝君は人間じゃない。そして彼が僕の記憶を操作して泉十郎に変えようとしている。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕、クラベ十郎。彼女は味方だろうか。僕を一心東雲先輩が言っていた。アンドロイドに意識を移した別の世界の泉十郎、あれがそうだったんだ。でもなぜばあちゃんの若い頃の姿に。夢の中の森村千尋が先生なら沖野司も存在している。彼をどこかで見た。そうだ、自販機前にいたあの子は沖野司にそっくりだった。君は沖野司君だろ？違うよ。声まで一緒だ。泉十郎と UFO にいた沖野君だ。わけがわからないな。相手にしてる暇はない。失礼するよ。待って、 UFO の時だけじゃない、もっと君とは合ってる。そうだ、合ってる。あれは確か。未決周囲426、前を向け。薬が効いていて犯人は無抵抗だ。心配はいらない、入りたまえ。未決周囲426、顔を上げろ。電気ショックを食らいたいか？この人があの事件の犯人ですか？四季島の施設を爆破し多くの死傷者を出した凶悪犯だよ。捕らえはしたが素性も不明なら供述も支離滅裂だ。そこで君にわざわざ来てもらったわけだ。私は担当官の大西、捜査協力に感謝する。沖野司君。司君。その男をよく見てくれたまえ。知っ
いいえ、見たこともありません。問題ない。君の生体反応も正直な発言と示している。どうして僕が？自白剤を使用したその男の供述の中で何度も君の名と森村千尋という女学生の名が出てきた。森村千尋だ。知り合いかね？いいえ。彼女にも捜査協力を要請するが、現在国外で来週の帰国を待たねばならん。足を運んでもらって悪かったね。何かあればまた来てもらうかもしれない。はい。出たまえ。表示に従って別室へ。心配はいらない。犯人は動けない。泉十郎君、その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね？知るわけがないでしょ。爆破テロの犯人なんでしょ。その男と君の DNA データだが、驚くことに完全に一致している。え？君たちのどちらかがクローンである可能性で調査中だ。バカな。彼は何て言ってるんです？その男の供述では未来から来た君なんだそうだ。犯行の動機は怪獣の出現を阻止するためだそうだ。怪獣？ちょっとすまない。なんだ、取り調べ中だぞ。何？避難勧告？ニュースだと？起きたようだ。ちょうどいい。あと少しだ。これはなんだ？これ。興奮するなよ。血圧が上がるとノイズが増える。沖野司。思い出した。突然殴られたんだ。悪かったな。こうでもしないとこんな怪しげな場所にはついてこないだろ。君は沖野司。夢では助からなかったはずの。君がまともでないのは知っていたが、その夢の話というのはおかしい。天意で周回している泉十郎は一人だけだからね。調べてよかったよ。十郎の中に逃げ込んでいたとはな。君は彼を知っているの？今は426と呼ばれる意識だけの存在だ。君に注入されたナノマシンのシステム領域に寄生している。本人に聞く方が早いだろう。しばく。こいつか。聞いていた話と印象が違うな。騙されるな。姿はいくらでも変えられる。彼が見えてる。彼は今僕の制御下にある。もう何もできやしない。まいったな。十郎がどんくさいからだぞ。そんな姿に化けてまで何をしていた？僕の人格を乗っ取るつもりなんだ。誤解があるようだな。そうしようとしたのは森村千尋だよ。森村先生。保存された俺の記憶をお前に移していた。
人格も似せるつもりだったんだろうが、反対した比べ玉緒が別の人格を作った。それが今のお前だ。だって君がビデオで記憶を、記憶と模擬人格が合ってないから人格が破綻しそうだったからな。記憶を客観的なものに変えて、どんくさいお前を助けてやってたんだ。どうも信用できないな。なぜ助けるの？森村の思惑がうまくいっても俺がもう一人できるだけだし、ぶっ壊れたお前の面倒なんて見れねえ。俺が勝手に利用されるのはもうこりごりだ。426、幸か不幸か、彼女は騎兵計画を諦めて、比べ重郎にも今は興味がない。騎兵以外に助かる方法はないよ。それだけでは無理だ。まるで自分には解決方法があるような言い方だな。ある。生き残るため有効な手段が。聞きたいか？俺たちが円盤と呼ぶあのシステムを作ったのは2188年の沖野司。2188年、今の君からは想像もできないが、彼は非常に不真面目な技術者で、環境管理システムを作る際、一部に他のシステムを使い回して作った。怪獣を呼び出す D コードは本来なら起動することのないその一部にアクセスしている。使い回したシステムというのは、この時代にはすでに時代遅れの怪獣ダイモスのシミュレーションゲームさ。ダイモスゲーム？怪獣ゲームが自動工場を動かして機械の怪獣を準備したというのか？あいつらがダイモスの名で登録されてるのはそのためさ。必ず負けるゲームをやらされてたんだ。だけど一部のアクセスでなく、システム全体を解放すれば何が起こると思う？ゲームルールで戦えるようになるのさ。おそらく敵の破壊と連動してメタ的な褒美が現れるはずだ。得点だよ。自動工場はその得点で騎兵を強化させる。得点？メタチップとでも呼ぶかな。やはり信じられない。ま、別に今さらだ。お前らの手伝いがなくても問題ない。これは全くの無駄話さ。その話の証拠はあるのか？ああ、記録があったんだが消えちまった。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か？それだよ、肘山。あの記録を見たんだな。肘山君？あれは何の記録なんだ？衛星軌道上のアイドルを助け出せばわかるぜ。そろそろ俺はおいとまする時間だ。何？大丈夫だ、心配するな。彼は何もできやしない。こういう手合いはきっとすでに何か仕組んでいる。妙に鋭いとこあるよな、肘山。起きろ。ごめんね。あんたはゼロ。よかった、間に合った。俺の時間稼ぎのおかげだろ。とろくさいんだよお前は。言われた通りやってるでしょ、口の悪い猫ね。猫。重郎の記憶は消さなくていいぞ。でも。どういうこと？行こう。安心しろ、お前らの記憶も消さないよ。
彼女か、奴の協力者か。エアロックを開けろ。ヒジャマ、聞こえるか？開けてくれ。聞こえないのか？聞こえているよ、ヤキジ。B2 エアロックを開けてくれ、ヒジャマ。悪いが、それはできない。分かっているはずだ。俺たちは感染していない。そのスーツのバイタル測定で反応が出てる。残念だよ、ヤクシジ。俺は感染してるかもしれないが、娘は違う。調べてみろ。その子にはまだ汚染の反応は見られない。娘だけでも中に入れてくれ。だが潜伏期の可能性が高い。娘を助けてくれ。危険は犯せない。同じ隊で苦楽を共にした仲間だろ。頼む、ヒジャマ。分かってくれ、ヤクシジ。ヒジヤマ、扉の操作をこっちによこせ。泉さんさ、泉さん、あなたはそう言うだろうと思って扉をこちらでロックしたんだ。このコロニーを汚染させるわけにはいかない。勘違いするな、俺が出るんだ。シャトルを渡して娘を受け取る。24時間経って汚染が確認されたらコロニーには戻らない。そんなこと認められません。命令だ、ヒジヤマ。悪いな、ヤクシジ。お前は娘を置いて乗ってきたポッドに戻ってもらう。それでいいか？あなたに託せるなら、娘を、恵みを頼みます。俺が必ず守る。どんなことがあっても俺が必ず。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。1年の記録全部知ってる。これも君の記憶なんだ。ああ、記録自体は消えちまったが、記録の内容は覚えてる。俺の記憶がありゃ説明はいらねえだろ。君はこれでいいのか？よかねえよ。あとは祈るだけなんて。でも君は僕に託した。ふぬけにされたとはいえ、俺と同じ重労だしな。これもまあやむなしだ。冬坂一人じゃ手に負えねえぞ。行けよ、十郎。君はどうなるの？騎兵を動かすのにお前のナノマシンが使われれば、俺の処理領域がなくなる。戦い始めりゃお前に何も言えねえが、
俺の記憶があるだろ。するべきことはわかるはずだ。お前で何とかしろ。そうだね、やってみる。じゃあ行くよ。ああ気合い入れろ、ジュロ。ゲームオーバーでも交代はなしだ。13番機へ起動。ただいま、十郎。お夕飯どうしよう。ひき肉あったな。十郎の好物だし、ハンバーグ焼いちゃおう。教えてくれ。まだ記憶が戻ったわけじゃない。尻尾の治療は順調ということなんだろうか。あなたは、あなたはクラベ十郎。どうして。そうとしか言えない。玉尾さんとの約束なの。ばあちゃんと。それ以上聞かないで。私ここにいられなくなる。なんだよ十郎。めぐみさん、ここにいたのね。あなたは十郎といた。ここでは初めましてね。クラベ玉尾と申します。泣いていたのね、かわいそうに。な、何か用ですか。十郎を好いているのは存じてます。何を急に。彼のそばにいたいのですね。それはもちろん。じゃあそうなさい。手配しましょう。え、ただし条件が2つあります。1つは彼をクラベ十郎として扱うこと。未来でのことも彼自身のことも教えてはなりません。
なぜ？彼が安全か確かめたいのです。クラベ重郎として接することができますか？それは。もう一つは、彼が自分のことを泉重郎だと言い始めたら教えてほしいのです。どうして？だって彼は泉重郎だとしたら危険だから。とても。理由は知らなくてもいい。その二つを守ってくれるなら、あなたは彼と一緒に住めます。うん。どうしますか？わかったわ。よかった。はい、一緒に住む権利の証書です。賃貸契約書。森村さんには伝えておきます。すぐに行ってあげて。あ、ありがとう。尻尾、あなたは誰にも見えてないの。あら、森村先生。あれから比べ家で暮らしているのね。あ、はい。彼に何か変化はあった？彼は自分を泉重郎だと言い出したりしていない？どうしてそんなこと。何か思い当たる節があるようね。まさか知っているんですか？先生。あ、クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。僕は本当は泉重郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。スミレ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。何の話か分からないわ。先生は知ってるの？クラベ君。千尋！今のはどういう意味？さあ、わからないわ。おい、しっぽ。こんなところで話しかけたりして周りに見られるんじゃないの？緊急事態だ。重郎が連れ去られる。あいつ自分からまずいのに近づきやがった。まずいのって？魔法を利用しようとしてる奴らだ。一度言ったろ、日頃も町の廃工場。重郎の記憶がいじられる。もう一度あそこへ行け。そして重郎を救い出せ。距離が離れすぎだ。消えた？やっぱり。いや、今は重郎が。すぐに行くわ、重郎。
十郎、こっちを。待ってくれ。君は彼の仲間なのか。尻尾を知ってるの。尻尾。大丈夫、彼があなたを治してくれる。夢で少しずつ思い出してるでしょ、私のことも。そうじゃないんだ、全部分かったんだ。これは僕の頭にあるのは君の思う人とは違う人の記憶だ。そんなはずは。なんでそんな。君に関して夢で見たのは君を、その撃ち殺した記憶だけだ。僕がまた君を傷つけてしまわないかとずっと怖かった。だって僕は君が。あなたは誰。もうあなたにはあの人がどこにも残っていないの。そんな、富まで裏切ったのに騙されてたなんて。私バカだ。薬師寺、あいつ何が契約よ。待って。どうしたの。一人。そうだけど、あなたも一人なの。迎えが来るの。それまでお話ししていいかしら。こんな子を一人で待たせるなんて。分かったわ、お迎えが来るまでお姉さんが一緒にいてあげる。お友達はいないの。ここにはいないけど、学校にいるよ。いいえ、そうじゃなくて、 D コードの更新を指示したお友達。あら、どうしたの。怯えた子猫みたい。待ちなさい。あなたは一体誰が D コードの更新を指示したの。 D コード、ダイモスコードのことね。そうよ、あなたじゃないのは分かってる。命令している犯人を教えて。猫よ。ん？尻尾の先が白い黒猫。捕まえたのですね。ゴート、レイヤ。遅いわよ、ゴート君。君は私に何をしたのか分かっているのかい。魔法使いの力を封じた。怪獣との戦いのためだそうよ。魔法使いに猫。面白い表現ね。君はもう少し分別があると思っていたが、あなたが打ち込んだのは彼らの体のナノマシンにコードを追加するナノマシンよ。あの怪獣たちの制御を拡張するコードだ。奴らがどれほど強化されるかは予測もつかない。嘘よ。君を操っている黒幕は D コードへのアクセスを掌握する気のようだ。そうなれば自動工場の騎兵ドックも制圧される。我々に抵抗する手立てがなくなる。猫の犯人に心当たりは。いいえ。
困ったわね。こうなることも織り込み済みで、足がつかないようこの子を利用してる。だがその周到さが逆に奴だと証明している。誰？君は知らない。未来から来た犯罪者だよ。犯罪者？最初から全て嘘だった。許せない、許せないわ。戻ったか。何もかも嘘だったのね。随分お怒りのようだな。だが嘘はついていない。あなたは未来から来た犯罪者でしょ。古代文明も呪いもでっち上げ、裏で私を笑っていたの。嘘なものか。あれは古代文明だ。ここは20世紀に見えているが違うぞ。本当の人類は22世紀を最後に滅んだ。今は人類の最後から数千万年が経ってる。お前にとっては22世紀は古代文明だ。ここが本当の世界じゃない。またそういう。こんなもので友達を撃たせて、あなたは怪獣と騎兵を支配した。目的は人類滅亡。説明しただろ、ゲームだよ。そのための準備だ。私たちの命をもてあそぶゲーム。俺の思う通りにことが運ぶなら、お前たちをここから追い出せる。重郎の記憶は誰の記憶？ああ、それか。俺の記憶だ。俺のせいじゃないぜ。そんな言い訳を信じるとでも？だろうね。重郎も利用する気だったのね。そんなつもりはないさ。だが結果はそうなったな。もうあいつを治すのは諦めろ。言い忘れていたが、お前が最後の魔法使いだ。だがお前だけは免除でもいい。私が？どこへ？いきなり自分を撃つとは、そこまで思い詰めていたのか。だが気に病むな。戦わないなら奴らに滅ぼされる。お前は必要な働きをしたんだ。あいつの記憶に関しては悪かった。想定外の問題も起こってて、
だがお前には関係ないな。見苦しい言い訳だ。戻してやるなんて豪語しておいて、騙した形にはなったが、これでも手は尽くした。悪気はないんだ。いや、ほんの少しあったかな。あいつを俺の世界と同じ重郎に変えたい。あいつの恋心さえ操作したい。親が子に押し付けるような欲がないわけじゃなかった。お前の思いに戸惑ったのかもしれん。俺も人間を捨てきれなかったわけだ。信じないだろうが、俺はお前が好きだ、薬師寺めぐみ。お前といた日々は思いのほか楽しかった。生意気な娘と過ごす休日のような奇妙な感覚。俺にはいい思い出が残ったよ。あとはお前たち次第だ。俺のやるべき準備は全て済んだ。お前との契約を果たせなかった俺はこれで退場する。お前と俺の計画がうまくいったら、重郎と二人で生きろ。じゃあな。薬師寺。重郎、何があったの？それ、お腹を撃ったの？その銃で。逃げないで。僕の話を聞いてほしい。あれから夢を思い返してみたんだ。もうそんなの。僕は騎兵に乗る夢を何度も見ている。騎兵で戦う夢だ。苦痛の中で怪獣を次々と倒していく。鬼神のように戦っていた。ウアン破損、被害甚大。搭乗者は操縦を終了せよ。まだ左腕が残ってる。生命維持に異常発生。騎兵操縦緊急解除。ダメだ、解除撤回。操縦継続、上書きしろ。恵みの住む町を壊させるか、僕たちの思い出の場所を。生命維持限界値、緊急解除処理。解除撤回、維持しろ。まだだ。よく考えてみれば、騎兵に乗った経験があるのは君の知る泉十郎だけだ。これは彼の記憶だ。戦いの中でいつも彼は誰かの名前を呼んでいたけど、分かったよ。あれは君の名前だったんだ。君を思って戦っていた。十郎。今の僕は泉十郎じゃない。でも気持ちは同じだ。これは彼の記憶のせいかもしれない。そうだとしても今の僕にはどうでもいい。その、僕は君が好きなんだ。気持ちは泉にだって負けない。ダメかな。ありがとう。でも言ってた通り、努力してくれてたんだ。重郎の記憶を戻そうとしてくれていた。私はどうしたら。そりゃ確かに
僕は彼ほど強くないよ。それでも僕は君を守りたいんだ。ダメ、もう二度と一人で戦わせたりしない。私だって重郎を守って戦う。そうじゃなきゃダメ。それは薬師寺。こんなとこで寝ちゃってあったかいのかな。昼までいるかな。まさか。尻尾じゃないのかな。あのね、ごめんね。それで、あ、やってみるよ尻尾。もう敷島を当てにはできない。先生、なぜ先生が。敷島の幹部たちは先生の死に困惑している。私では子供扱いされ、騎兵計画を主導できまい、今後は敷島が勝手に方針を決めてしまうだろう。あやめ公園に行ってもらえますか。警察で遺体を確認してきました。森村先生本人で間違いありません。そうなの。あまりショックではなさそうですね。森村千尋はここに無事でいるから。なるほど。それで警察はなんて。死因は腹部の銃創。体内から弾は発見できていません。犯行に使われたのがこの年代の銃ではないからでしょう。死亡推定時刻は19時頃。先生が短髪の学生とどこかへ急ぐ姿を現場付近で通行人が目撃しています。目撃者がいたの。この時代の警察もなかなかね。森村先生と面識がある人物で、学生服を着た短髪の男、関ヶ原 A だ。先生を監視していたドローンから
何か分かりませんか？タイミングの悪いことに監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だと考えてる？目撃証言は関ヶ原 A と一致します。関ヶ原 A は記憶障害の症状が出ていた。彼だとすればそれらしい容疑者ね。わざわざ連れ出しているのが気になります。殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったがついということも。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が？あなたが番号で呼ぶ彼。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在です。適合者全員を犠牲にしようとした未だ野放しの危険な存在だ。追い詰められた意識だけの426が何を考えているかは見当もつかない。426は手段として殺人も厭わない。飯田さんがいれば犯人だと断言するでしょうね。私が426を撃ち殺すまでこっちで新たに4人が犠牲になってる。ドロイドとなって復活した彼が報復として私を始末したとすれば動機としてはしっくりくる。森村先生、一つ質問があります。何かしら？426に対して特別な感情を抱いていましたか？特別？彼は私に理解のある大事な友人だった。今はそうではないようだけど、突然どうして？それはおかしい。18番、いや玉尾さんの話では。森村先生と井田さんとは別に16年前にこちらへ逃れてきた4人、私が先生の手伝いを始めた頃にはすでに彼らは肉体を失い、セクターゼロの転移データをもとに意識のみ再現された AI だった。彼らが肉体を失った原因は426による暗殺だと私も井田さんから聞かされた。しかし真実は違う。16番の話では先生も知っているはずだが、16番騎兵を制御する彼女が森村先生に真実を伝えた時のことを私に語ってくれている。もう一度言って。防衛が失敗した後、話し合っていた通り私たちが脱出のためにゲートへ。だけど転移中に爆発があった。おそらく移動に使った98式が攻撃されたんだわ。私が最後に覚えてるのはそれだけ。あなたたちのデータが一部破損していたのは426の破壊工作ではなく、それが原因。データ化が完全でないため再生されなかったんだわ。あなたたちはこっちに来ていなかった。飯田君、あなたは彼が4人を殺したとそう言ったわね。彼の破壊工作だとも。奴ならやりかねない。出任せだったの？皆殺しにしようとした過去は事実だ。放っておけばこっちで同じことをする。君が奴を仕留めたのは正しい行動だ。そん
な、それじゃ私彼を。先ほど先生は426による新たな4人の犠牲者の話をされた。本当に覚えていませんか？何を？おそらくあなたは私がまとめた過去の資料を見たのでしょう。あれは昔まとめたもので、伊田さんの証言がそのまま書かれている。つまり誤りです。そう、こんな体になったのだから記憶の混乱は多少あるわ。私の体のことで不満があるの？いえ、そういうことでは。私もうすうす感じていた先生の思いは、玉尾さんの相談で確信に変わった。呼び出してごめんなさい。ちょっと協力してほしくて。何かあったのですか？森村さんが十郎君に426の記憶を移しているのが分かって。 426？ 逃げたドロイド？それとは別、転移の時に保存された記憶データからよ。つまり重労でもう一人426を作ろうと。なんとか説得して、私の方で重労君の治療をしているのだけど、まだ諦めていないみたい。なぜ426を？私ずっと彼女の相談に乗っていたから。気持ちはわからなくないけど、森村さんは彼を愛している。426を幼い頃からずっと、それで彼を人間に戻したがっている。だが危険人物だ、先生も知ってる話ではね。彼女自身は見ていない。それに彼を手にかけたことで罪悪感に苛まれている。森村さんを見張って、重郎君には近づけないで。頭に入れておきます。お願いね。426が二人なんてゾッとするわ。やはり先生には思っている人が。記憶を失った泉十郎を先生は426に変えようとしていた。その理由はおそらく恋愛感情によるものだ。私が彼を？まさか。あの森村千尋は記憶操作をされている。あなたもそう言っていたじゃない。私が彼をね。私の趣味じゃないわ。私が森村先生の記憶が操作されていると、そう疑ったのには理由があります。記録ですよ。記録？あなたが森村先生ならご存知のはずだ。あなたが生まれる2年前、伊田さんが426から引き出した情報で、その存在が明らかになった記録を。
記録というのは426の解析で中枢のデータから見つかった2188年の記録映像です。その記録に私がアクセスしたのを知り、先生の態度が急変します。記録を全て消去されました。なぜ消したか教えてもらえませんか。さあ、覚えてないわ。森村先生が426に操作されたと私が思ったのは、ある記録を見たからです。泉十郎が森村千尋に記憶のダウンロードを施しているという報告の記録でした。426が私に記憶を？まさかあなたは森村先生も私も426だと言いたいわけ？私に不都合な記録を見られた先生は記録を消去した、そう考えたのです。発端はあなたを作った適合者実験だ。先生の映像とあなたの言葉で私はすっかり判断を誤ってしまった。あなたを先生だと思い込んでいた。最初からあなたはあなたとして生まれた。私が森村千尋ではないとでも？私が森村千尋の複製でないなら私は誰だというの？あなたは森村千尋です。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年の敷島の宇宙計画、その中心人物だ。